両面テープをうまく剥がせた試しがないですね。どうもこいこいです。今日はですね、 Excel VBA 1日何時間書いてるということでやっていきたいと思います。皆さんどれぐらいですね、 VBA を毎日書いているでしょうか。まあ会社で VBA を覚えた人がまあどれぐらい仕事とかプライベートで書いてるのかっていうか、まあちょっと気になると。でまあちょっと今回は私の例で1年目これぐらいとか2年目これぐらいみたいなのをちょっとやってみたいと思います。でここに簡単にこう表をまとめてみたんですけど、まず最初ですね、まあこう時期覚えたてってことで、で戦名って言ってまあ名前を決めたんですけど、電卓との戦いってことで、まあ、この時まあ仕事上では 1,2 時間書いてて、プライベートでまあ8時間から10時間書いてるってことで、まあ、気持ちとしてはきついけど楽しいなっていう感じだったみたいな、まあ、そういう表ですね。で私はこの一番上覚えたての頃、初陣の VBA はまあ自分が電卓を1時間とか2時間叩かなきゃいけない仕事、これをどうしても5分とか10分にしたくて、まあ、一生懸命頑張ったっていう感じだったので、まあ、そうすると、まあ、仕事中にこの本ずっと読んでるわけにいかないんで、まあ、仕事中は1時間とか2時間ぐらい、まあこれはちょっとざっくりですけどね、もちろん書けない人とかもあると思うんですけど、だから基本的にはプライベートでどうやって書けばいいんだろうなって言って、もうみっちり1ヶ月とか2ヶ月勉強したっていう感じですね。でなんかちょっとうまくいったら、じゃあ仕事場で少しそれ真似て書いてみて、まあうまくいくかなみたいなことをやってるって感じでしたね。でこの頃はやっぱりきついけど楽しいなっていう感じでしたね。で多分 VBA を学んで最初の壁を越えた人ってやっぱり何かが作れるようになるんで、本当楽しくなってくるんですよ。まあその時期が私はこの覚えたてからまあ半年ぐらいが、まあ、この時期だったかなって感じでしたね。でその時がまあ半年から1年ぐらいってなってますけど、こう自分戦争ってなってますけど、これはまあ先ほどの電卓の業務はちょっと私以外にも絡む人がいたんですけど、まあこっからは自分の業務ですよね。自分の Excel の業務をごっそりこの楽にしてやろうと。でこの頃私残業が結構多くて10時とか11時とかまでいた時代だったので、まあそれを減らしたいってことで、まあ先ほどのその覚えたての頃に覚えた知識を生かして、もう1日仕事でも3時間とか4時間書いて一個一個簡単にしてったって感じですね。でプライベートでもまあ5時間とか書いてるってことで、この時期は本当に楽しかったですね。まあ、仕事中も書けるしプライベートも書けるし、でまあ自分のその業務がだんだんこの圧縮されていくっていうのが本当になんか快感でしたね。で続いてが1年目から2年目ぐらいなんですけど、こう他部署の欄ってなってますけど、まあ、この時期ぐらいから他部署の Excel 業務を、まあ、私が VBA 作って圧縮するみたいなことを、まあ、し始めた時期だったんですね。なのでこの時期は仕事、まあ、5から6ってなってますけど、それぐらい5、6時間ぐらい、まあ、ほぼ1日マクロ書いてるみたいな時代がありましたね。この頃はもういろんなもう部署からこういう風に書いてくれ、こういう風の作ってくれって言って、まあ書いてて。で、逆にプライベートではそんな書かなくなりましたね。で、ここは気持ちとしてはきつかったですね。でもちょっと楽しいって感じですね。VBA のこの腕とかは上がっていくんですけど、やっぱり他部署巻き込むと人がたくさん出てくるんで、なんかああだこうだ言われることもやっぱ多くなって、まあそこはちょっと大変だったなと思いつつ、まあでも仕事中なんかほとんど VBA 書いてるみたいな仕事に、まあこの時期は一時的になってたので、まあ楽しいといえば楽しいっていう、まあそんな感じですね。で続いてが2年目から3年目ぐらいなんですけど、他業務との戦いですね。で当然私も VBA を書くって仕事をしてるわけじゃないんで、その他の仕事もあるわけですね。でまあだんだん年数経ってって他の仕事とか、まあ、会議出るとかなんかいろいろありますよね。でものが増えてきてあんま書けなくなったんですよ。仕事中に書くってことが、まあ、多くても1時間ない日はないみたいな感じで、プライベートもたまにしか書かないってなったんですけど、この時ぐらいは気持ちとしては転職してえなって思いましたね。なんかやっぱりこの VBA をこう1年とか2年書いてくると、やっぱそれが一番楽しくて、それ以外のことにあんまり面白みを感じられなくて、やっぱり書くことに集中したいなっていう風に気持ち的になるんですよね。なんでこう転職したいなっていう風にまあなってきたみたいな、そんな感じですね。まあ、そうすると Excel VBA を書く専門の仕事ってないかなと思うんですけど、これはちょっと後で話しますね。一回飛ばして、で続いて、まあ、時期が3年目以降ってことなんですけど、でこっからはもう AI 大戦争ってなってますけど、まあ私が機械学習とか深層学習に手を出し始めて、まあ仕事上でまあ Python で書いたりとか、まあそれをなんか Excel VBA でできるようにしたりとか、まあそういうことをしてた時期だったので、まあ、仕事上もプライベートもがっつり5時間ぐらい
書いてるみたいな、まあそういう時期でしたね。まあただ当然他の業務もあるんで、まあ上みたいに、まあやらなくなる時期とかもあるんですけど、まあ波がありながらこうやってるって感じだったんですよ。で、その時ぐらいね、やっぱり転職してえなと思いましたね。で、この時は VBA 回復転職というよりは、まあ AI の専門でやりたいと、すべての時間を AI に費やしたいなって思って、まあ転職したいなって気持ちが高まって、まあ実際にするんですけど、まあそんな感じになったっていうことですね。と、まあそういうお話なんですけど、まあ先ほど言った、まあ VBA の仕事ないかなってやっぱ思うんですよね。できるようになると。専門でそれだけやる仕事ないかなって。で、実は私も短期間だけやったことあるんですよ。なのでちょっとその話をしようと思います。で、まあちょっと東京寄りのお話になるとは思います。私が東京でやっていたので。で、どういうことかっていうと、例えば A 社みたいな会社があって、まあそこで例えば VBA をまあなんか修正してほしいとか、こういうの作ってほしいみたいなのがあって、で、募集するんですよ。エンジニアを。で、そこに自分がアサインされるみたいな感じですね。なので、いわゆるエンジニアの世界でいう常駐って働き方を短期間だけ私をしてたんですね。で、まあ初日その A 社に行くわけですね。まあこんなマリオの城みたいな会社はないんですけど、まあ入ると。そうするとまあよろしくお願いしますみたいな感じで、で、概要を説明されると。で、じゃあどういうのを作ってほしいんだみたいな説明されて、こっちで、あ、じゃあこういうのを作りましょうとか、で、こういうデータありますかとか、こういうふうに聞き取って、じゃあ実際に書いていこうみたいなことをしたんですね。まあこの時は、まあ最初のその要件定義みたいなやつは置いとけば、残りのその時間はもうほぼ VBA を書くっていう時間でしたね。なんでほぼもうがっつり VBA 書いてるってことで、まあ VBA を書きたいんだっていう意味だと、まあ満足できるような仕事ではあったかなと思いますね。で、私は本当に短期間だけやって終わりにしちゃったんですけど、人によっては、例えば A 社3ヶ月いたと。で、まあ片付いたから次は B 社で半年とか1年とか C 社で1年とか、まあそういった働き方をする人も、まあいますね。まあということなんですけど、まあやっぱり、長いこと VBA 書いてると、だん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 その一社だけじゃなくて、なんか専門的にやりたいなみたいな気持ちになると、やっぱりこういう仕事しようかなとか、まあ他のエンジニアに転職しようかなみたいな気持ちになるんですよね。この間コメントで、なんか VBA をまあ書いてるんですけど、まあ社内の他の業務、VBA を書く以外の業務が、もうどうしても面白くなくて、まあなので、まあ結局は書く仕事、まあエンジニアになりましたっていう人がいたんですけど、まあ私も同じ口ですよね。まあそうなってくると、やっぱり専門で VBA の仕事できないかなとか、じゃあエンジニアかなとか、人工知能を学ぼうかなっていうふうに、まあなってくるんだよっていう、まあそういうお話ですね。ただまあご参考までにということでよろしくお願いします。もちろんその一つの会社でずっとやっていくってのもありだし、まあ私が転職してこうなったってのが、まあ正しいんだなんてこう言うつもりはもう一切ないので、まあなのでご参考までにということでよろしくお願いします。ということで本日はこの辺にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。